今日はね、僕がね、ない頭を絞って考えてきましたよ。題して、一番おいしい醤油ヌードルは誰か、お前こそがナンバーワンだ選手権。それですね、今回ですね、僕が考えたネタはですね、こちらカップヌードルってみんな大好きなカップヌードルあるでしょ。で、こちらに似た類人が結構あるんですよ、いろいろ後発品で。で、その中でどれが本当に美味しいのか、はい、それをね、もう僕ら品評会したいと思いまして。で、カップヌードルさんはもちろん強いんですけれども、彼にも参加してもらって本当に美味しい醤油ヌードルを決めようということで、はい、みんなでお送りしていきます。それではデジャブリスタスタート。というわけでやってまいりました。カップヌードル品評会、はい、もうそうそうたるメンツでお送りしていきますよ。カップヌードルと言ったら我々ですよ、はい、そうです、はい、声が超えてますから。そうです、皆さんのね、そのいろいろいくつものね、美味しいまあやってきて分けて超えてきた、はい、下をここで生かしてください、はい、存分にお願いしますよ。任せて任せて、はい、なのでやっぱね、カップヌードルみんな好きですか？実際どうなんですか？よく食います？俺はもうカップヌードル一番好きですよね。いや、結構ね、やっぱみんな好きなの、一番、まあ、ただ、うん、俺あんまり他のやつを食ったことないから、知らないから、逆に今回今日は楽しいかも。そう、だから果たして、はい、その後発品がね、はい、カップヌードルを模した後発品がどこまでカップヌードルの高みに到達しているか、はい、実はそれを越しているんじゃないか、はい、というところで、そう、気になるから、はい、今日やったんだろ。そうです、ありがとうございます解説ありがとうございますというわけで、お湯がそろそろ沸きましたか？じゃあ作っていきましょうか。作っていきましょう。はい、というわけでね、まずなんか9つみんなで一気に食うのも大変なんで、3つずついきたいと思います、うん、早速、はい、それもどんどんいっちゃう。どんどん浩平さん、まずじゃあ一口ずつちょっと。はい、じゃあいきます。これ全部麺の形違うね。え、違う？でも違う、ほら。おぉ、太さも、ほら見た目全然違う。太さも全然違って、具の内容もまあ同じような感じで同じようじゃない。謎エビと謎肉ね。うん、なんかこっちはなんか味濃そう、はい、どうですか？セブン、もううまいっすよ。うまいセブンはじゃん、うまい。セブンはうまい。うん、うん、違う違う、全然違う。うん、こんな感じで別物じゃん、これ。多分、ね、麺に味がついてる。そうそう、全然違うでしょ。チキンラーメンみたいな。カップだね、チキンラーメンでしょ。チキンラーメンだ、うん、チキンラーメンだ、これ、うん、匂いがすでにもう、うん、匂いが。チキンラーメンって札幌一番ですか？いやいやいや、だから嬉しい。あれ味練り込み麺。そうだ、一番最初の。そうそうそう、色味から麺でも味練り込み麺ですよ、これ。醤油の俺一番好きなのはね、うん、スタイル1。俺今んとこ。お前ですか？スタイル1の後ね、卵も大きいし、ふんわりしてて、なんかね、具もね、一番好感度が高いですよ。 A few moments later。 第2陣、第2陣ということでね。なんか具が多いね、全体的にさっき。うん、うん、あのね、ネギ感がね、うん、それはネギ目立ってるね、強い。エースコック、エースコックさん、はい、いただきますよ。うまそうじゃねえか。うん、うまそうだ。あー、エースコックらしい、このね、一歩二歩足りない感じ。言っちゃ悪いけど、言ってみてください。今一歩二歩足りない。あ、これね、キャベツが入っててね。あ、キャベツが入ってる。そこまたボリューミーな。あー、いいかな。コクがないね。うん、なるほど。薄っぺらいでしょ。おこのキャベツは嬉しいけどね。おー、こういう、まるちゃんどうすか？なんだろう、これもチキンラーメン感がちょっとあるかな。で、ごめんなさい、僕一ついいですか？はい、まるちゃん、まずいですよね。あ、ね、まずい。なんだろう、言っちゃ悪い、言っちゃ悪い。いや、こんな違うんだ。 2000 years later。 はい、オッケー、ちょっと熱いんで、これいきます。はい、ユーパンが来た。ユーパン増えてます。よし、というわけで、そして、はい、第3ブロック、はい、本命カップヌードルがいるんです。一応ちょっとここでね、僕一つ言いたい。お、声優の皆様のお墨付き醤油ラーメン、はい、こちらね、持つと非常に熱い。熱い、めちゃめちゃ熱い。これね、ペラペラですよ、これ。これ多分紙がいけないのかな。うん、紙がいけないし、薄いんだ。他社のは結構あれですよね、2枚重ね、2枚重ね、2層構造みたいになってる。あ、2層構造。これもでもそれが甘い。甘いんだ。甘い、はい。でもあれなんだね、本当にさ、見事に具は一緒なんだね。そうだね、大体一緒ですね。たまにまあキャベツがあるかないかとか。うん、赤、いいでやつだ。違うよ、これは声優。声優、はい。これはなんちゅうか、ちょっとチキンラーメンっぽさがありますけど、はい、決して上位ではない味わい。あ、なるほどね。はい、
ただ安いのよ、声優。舌が声出してる。さすがに。それね、80円ぐらいだよ、確か。イオン。トップバリュー。はい。なんかね、麺の薄い。麺、うん。あ、そっちね。こちら声優さんはね、麺がゴワゴワ。そう。ゴワゴワする。口の中ゴワ。舌触り良くないっすね。良くない。薄くないっすか？あの、深み全然ないっすよね。コクはない。ね。ここで来ました、絶対王者、ね、王者、絶対王者よ、まずね、あ、ごめんなさい、なんかね、開けた時の、はい、なんかもうオーラ違うもん、違う、鮮やかですよね、鮮やかですよね、しかもね、やっぱね、このカップヌードルだけテープがついてる、そう、その通り、パッケージングももう最高レベル、はい、持ってもそんな熱くない、その通り、ちょっとね、安心したい、早く食べて、匂いが豚になかった、熱いよね、いまだに今だに熱々、今までのに一味加わってる感じが、うん、なんだろう、うまい、あの麺はベストですよ、やっぱ、うんうん、だけど、うん、ちょっと、うん、あれあれあれちょっと揺らいちゃう、これあの、期待しすぎたのかもしれない、違うでしょ、僕ね、うん、A グループの、うん、これこれこれ、スタイル1ですね、そう、スタイル1、そう、スタイル1がね、ちょっとね、俺の心をね捉えてしまったところがね、あ、これなんか、カップ麺、なんかなんだろうな、ちょっと違うくないですか、そうなの、別、うん、別ですよね、別、なんかあの他はなんかちょスナックじゃないけど、うん、おやつ感覚で食える、うん、カップヌードルじゃん、うん、これなんか普通にラーメンを目指してるとこある、そうそうそう、ま、やっぱね、風味がね、うまかったなってなんのはこれだよね、結果発表、いろんな観点から、うん、僕ら評価してまいりました、ある意味ね、まさかの結果ですよ、まさかの結果、審議を重ねた結果ね、はい、というわけで発表してみますか、はい、第3位でれん、こいつら、こいつら、おめでとう、おめでとう、こいつら、いや正直ね、該当なしというかね、該当なしだね、でもよくわかんないっていうのはありますね、でもね、尖ってたし、あの、個性はある、そう、それぞれ個性はあるんだけども、その中で比べられるものではなかったかな、うん、なんかどれもなんか一つ足りないなみたいな、そう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 、そういうところで、うん、うまいと言って皆さんにお勧めできるものはちょっと第3位なかった、なかったです、うん、なんかちょっと人人票として、そうですね、これ俺だけが一押ししてる、とどめの一色、皆様のお墨付きという、はい、そう、皆様のって言って、皆様のお墨付き、僕の人人の僕のお墨付き、他のメンバーからは酷評されたなんか麺がゴワゴワしてただスープはすごく美味しいんで、うん、こちらもぜひと、はい、で続きまして第2位、2位、さあ折り紙はもう出てる、はい、この、はい、この2つのどれか第2位、うん、ということなんですけれども、こっちでーす、なんと、なんと絶対王者カップヌードルさんがまさかの2位ということは、1位は、1位はこちらのスタイル1の醤油ラーメン、すごい、すごい、素晴らしい、まさかの、楽しい、すごいですよ、いや、特上ですよ、はい、いや、これね、連絡したよね、会社にね、美味しかったっす、いや、スープのコクが違いましたね、完全に違う、山陽のカップラーメン他にもあるもんね、そうそうそう、これだけあるのにこれだけだと違う、際立ってた、これだけ、うん、聞いてた、巨匠のコクっていうのが多分、はい、ただ一番うまいのはまさに確かにこのなんだ、スタイル1の醤油ラーメンなんだけれども、俺が一つ言いたいのはこのね、カップヌードルはやっぱりね、なんていうんだろうな、バランスが非常に優れてる、雑味がなくて嫌味がない味、まあ、歴史を感じる、愛されますよね、愛されるで、例えばもしかしたらこれがね、あのカップラーメンとして売られていたのであれば、カップヌードルとしてね、そう、カップヌードルとして売られていたら、カップヌードルはここまで愛された商品にはなっていなかったと思う、一番親しみやすくて、そうで、あのやっぱ麺と具は圧倒的に一番うまかった、うん、その通り、そう、これなんでこれが1位だかっていうと、スープのうまさでしたね、うんうん、そこに差がついたっていうところで、まさかの結果になりました、ありました、ね、しかもあのあんだけカップヌードルの信者だった、そうそう、メラコンも異論も挟まなかったそれだけ、いや、まだも正直圧倒的にもう比べるまでもないと思った、そう、他の追随を許さない、絶対王者だと思ってました、うんうん、したらまさ か, そうか、スタイル1安いですよ、これ多分100円前後だし、ぜひ食べていただきたい、これ本当に、スタイル1なんでユニー系列のスーパーなので売ってますんで、うん、ぜひ探してみてください、あ、来た、ピアゴ、うん、というわけでデシャバリスタプレゼンツカップヌードル選手権ナンバーワン誰だ選手権、醤油、醤油の部醤油の部優勝はスタイル1でした、イエーイ、おめでとう、おめでとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、ドリブル行かなきゃ、行こう、ドリブル行かなきゃ、やばい、やばい。
はいはい、はい、お疲れ様でした。いやー、食ったな、マジ食ったな。って言ってまだ食うっていう。ありがとうございました。こんなんで大丈夫ですか？いいじゃない。ありがとうございました。いや、ちゃんとあのいいコメントしてもらって。いや、ホットヌードルがこれはじゃあ、いやでも今後もう買わねえぞ、もう30分番組かな、これ、うん、俺これ前でも買っちゃうかも、俺これ、うん、本当にこれ意識する、うん、あるわみたいな、ね